Michael, Michelle Michael, Michael, please, はい。ということで、面白い動画を見つけてしまいましたので、えー、解説していきたいと思います。で、これあの、イタリアのあの、ピザ屋らしいんですけど、観光客の人が結構いて、特にヨーロッパの人たちがあ、この店でピザを頼んでるわけですけど、マイケルっていうこの名前の発音って、ヨーロッパでものすごい多種多様な発音があるんですよね。スペルも発音もたくさんあって、例えば英語だと、ま、男性がマイケルで女性がミシェル、フランス語は男性も女性もミシェル、だけどスペルが違ったりとか、スペイン語 男性がミゲルで女性がミカエラ。イタリア語は男性がミケーレで女性がミケーラとか、たくさんのスペル、たくさんの発音があるんですよね。でも全部語源は一緒で聖書に出てくる天使ミカエルがまあいろいろ派生していると。この天使ミカエルってユダヤ教にもキリスト教にもイスラム教にも出てくるので、いろんな国でこの名前がついてる人たちたくさんいるし発音も本当にたくさん派生しちゃってるんですよね。例えばこれちょっと聞いてみると英語、アメリカでもイギリスでもどっちもマイケルなんですけど発音聞いてみると。

ミハイ・ウベンチョス、ミハイ・ゼ・リーバース、ミハイ・プライヤー、ミハイ・アイ・デ・ヘン・ニクス、ミエイ、みたいな発音になってますけど、まあすごい似てますね。ちょっとマイケルというよりか、ちょっとミシェ、ミシェっぽい、シェ、シェっぽいような。 音になってるとでスペイン語はミゲルミゲルですよねミゲルになってるそしてイタリア語はミケレミケーレっていう感じになってますよねロシア語だとミハエルみたいな感じですねミハエルミハエル言語によってスペルも発音もとにかくこうばらけてしまうのでなのでこのイタリアのピザ屋で 垂れてるおっちゃんは最初右。 ミゲって言ってで、マイクルって言って、メシャオって言って、とにかくとりあえず全部発音言ってみてるんですよね。でも確かにあの、スペルだけ書かれてもややこしいですよね。きっとこれってマイケルあるあるだと思うんですよ。特にこのピザ屋のおっちゃんはそのあるあるをこう毎日のように感じてるわけなんで、慣れてるんでしょうね。ミゲミゲミ、ミ、マイクルメシャオっていうふうに、ま、あいろいろ。とりあえず可能性のあるあの発音を全部言ってるっていう。でも、こういう話ってマイケルだけじゃなくてありますよね。例えば 例えばジョンとかも英語だとジョンだけどドイツ語だとヨハンスペイン語だとフワンとかイタリア語はジョバンニポルトガル語がジョアンでロシア語がイヴァン オラランンンンンンダ語語語ががスウェーーデン語ヨハンポーランド語がヤンっていうでちなみにこの動画作ってて今思ったんですけどポーランドとフィンランドのハーフの友達がいるんですけど彼の名前ヤンだったんですよねでこれ <laughs> 作ってる時にあヤンってあの英語で言うジョンのことだったんだと思ってちょっと感動したんですけどジョンとかも多したようなスペルと発音があるんでだけど語源が一緒っていうねエリザベスとかもそうですよね英語だとエリザベスだけどスペイン語だとイザベルですよねイタリア語だとエリザベッタとか、まあ、似たような な発音が、まあ、たくさんあるわけですよねキャサリンとかも英語はキャサリンだけどフランス語はカトリーヌドイツ語はカタリーナでスペイン語はカタリナっていう風にまあこう発音がこう変わっていくっていう。だからヨーロッパって結局ね 大体がインドヨーロッパ語族って呼ばれる言語グループだから大体その言語として似てるのでそのいろんな国でいろんな発音とスペルが見られるってすごい楽しそうだなって僕は思ってしまうんですけどまあ彼らはそんなに楽しいとか思ってないかもしれないですけどなんか多種多様な発音とスペルが見られるのでなんかいいですよねでなんか日本語とかにもこういうのってあるのかなと思ったんですけどなんか王とかはあるかもしれないですね日本語だとーさんって呼ぶけどあのまあ韓国とか中国だとワンっていう だから韓国も中国もワンワンって発音なのかなワンっていう発音になったりとか、まあ、チョウさんとかも、まあ、韓国、中国語だとジャン、じゃんみたいな発音になるのかなとか、まあ、そういう感じなんでしょうね。でも考えてみると、まあ、当たり前ことですよね。例えば、日本のことを英語でジャパンって言いますけど、中国語だと、なんか、中国語の北の方だと、なんかこう、ジー、ジーって、その、ジーって音が強くなって、なんか、ジー、ペだけど、どんどん南に行くにつれて、なんか、ジーの音が弱まっていて、例えば、広東語とかになると、 分になったりとか、ベトナム語だとニャニアパンみたいな感じとか、まあタイ語もイーフンみたいな感じとか、発音がこう世界に。 このイーって音がなんかギーになったりとかズズになったりとかヤとかニャとかいろんなそのシーンがこういろいろたくさん変わっていくっていうのもマイケルとまあ似たようなことですよね同じ単語がいろんな国地域で発音が変わるみたいな話めちゃくちゃ好きなんですけどだから water の発音とかも w a t e r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  とかなんかそういうのもめっちゃ好きなんですけどだからこういうね動画がちょっと インスタグラムにに、ね、出てきたたで、えー、非常に面白いいなと思いましたでこの動画のコメント欄も結構盛り上がってるんで、面白いたコメントたくさんあるんで、もし興味あったらね、この動画のコメント欄も見に行ってみてください。はい、ということで、えー、ゲームからは以上です。また始めましょう。